こんにちは、市役所です。前半は令和2年分の確定申告について市民税課の池田さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今年の確定申告の申告会場と期間を教えてください。はい、自治会を通じて配布させていただきました令和2年分申告スケジュールをご覧いただけたらと思います。はい、会場は八日市文化芸術会館で2月16日火曜日から3月15日月曜日まで申告を受け付けます。2月16日火曜日から26日金曜日までは事業所得のある人や不動産所得のある人を対象に税理士による地区相談会場が併設されます。はい、また今年は新型コロナウイルス感染症対策のため各会場において入場制限を行いますのでご理解ください。なるほど、わかりました。では申告に行く際に注意をすることはありますか？入場の際に検温を行い37.5度以上ある場合は入場をお断りさせていただきます。はい、混雑回避のために収支内訳書や医療費の明細書の会場内での作成はできませんので必ずご自宅で作成の上ご持参ください。また感染症対策として会場の換気を行います。会場内が寒くなりますので防寒対策もお願いします。わかりました。では申告会場に行かなくても申告する方法ってありますか？はい、手書きで申告書を作成していただくか国税庁のホームページ上で確定申告書作成ページを利用すると簡単に自分で申告書を作成できます。はい、作成した申告書は税務署へ郵送していただくか市役所新館及び各支所に設置する申告書提出用ポストへ投函してください。ポストはこのキャラクターが目印で2月9日火曜日から3月15日月曜日まで設置します。はい、また税務署で ID とパスワードを事前に取得しておけばスマートフォンやタブレット端末から直接データを送信して申告できます。詳しくは近江八幡税務署へ問い合わせください。わかりました。申告会場まで行かずに自宅で作成できるなんてとっても便利ですし今はコロナ対策にもなって安心ですよね。はい、ぜひ活用してください。はい、なお申告チェック表の下に記載している雑損控除や譲渡取得など市の会場で受付できない申告については必ず近江八幡税務署で申告をしてください。わかりました。最後に申告に必要なものを教えてください。申告の内容によって必要なものは様々ですがマイナンバーカードのほかに認め印、給与取得の源泉徴収票など令和2年中の取得が分かるもの控除を受けるための証明書所得税の還付を受ける人は申告する人の名義の預金通帳やキャッシュカードが必要です。はい、申告チェック表の右下にチェック表がありますのでご活用ください。広報東近江1月号や東近江市ホームページでも確認していただけます。わかりました。前半は令和2年分の確定申告について市民税課の池田さんにお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。